にちは、シュウです。今回はですね、伝説の遺構って読むのかな、ナインガルダーやっていこうかなと思います。パーティーは不動明王ですね。じゃあ挑戦します。初見ですね。まだ何来るかとか全然わかんない。うわ、長いな、9階層か。オッケーオッケー、この子は多分余裕でしょう。よし。あ、火消さない方良かったかもね、今。で、多分次普通のパンチ来るもんね。なんで、こうしよう。OK。で、ここで十字、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。お、5、5で決めるね。いいんじゃない？なんかこれさ、爆弾があるみたいだね。新ギミックとして。まだそれ一回も見てないんだけど。うわぁ、なんで強敵なの？これダメージ怖いなぁ。もったいないけど、ベルダンディ使っちゃおうか。ベルダンディ使って確実に行きましょう。いいんじゃない？ここはさすがに突破したでしょう。今んとこは簡単ですね。ん？もうなんだこれ？あれ、こんなのあったっけ今まで。あ、一応見れる。これ動かせんのかな。これどうなんだろう、消えんのかな、全然わかんない。消えない、やばい、これちょっとまずいやつだ。 OK、 一応倍率は出したはず。やばいな、これちょっと怖いな、ダメージ。お、危ねえ。やられるかと思った。ここスピーカー使おう。あれ、これ回復ない。やばいな、これ繋がりそう。こうして、これでどう、繋がってないんじゃない。オッケー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 、ここは突破したでしょう。むずこの暗闇なんて言うんだ。わっけ、危ねえ。ここは多分十字2個やれば突破できると思うんだけど、回復しときたいな。いや、でもいいか、ちょっとここ回復してよ。 OK、 いいんじゃない、これで。いやー、次先生あるかな。ん？ OKOK。 あ、でもコンボ吸収か、若干嫌だな。ここはベルダンディ使っちゃおう。で、これも使っちゃおうか、不動明王。1コンボスキル加算ですね。これでどうでしょう、いってるかな。 1,2,3,4,5,OK,OK。 よっしゃー、全回復まで。うわ、硬っ。うわ、危ねえ。発狂来てたらやられてたな、今。よし、この緑は取っとこう、次のために。めっちゃ硬いね、この子。OK、 順調だな、ここまでは。ああ、いいね、この子も別に大して強くないんじゃない。うわあ！な、この裏なんとかってやつか。裏ベテルギウス。いや、でもこれいけんじゃないかな、普通に十字消しで。あ、そうか、いけないのか、こっち。やばい、ミスった。やべ、立て直せるか。オッケー、ギリギリ間に合った。こっち側いけないんだ。勝った！しかも残り4ターンか、これちょっと耐久しよう。このまま行くのは良くないと思うんだよね。ダメージは全然強くないですね。これは耐久できそう。
でも大ダメきそうだな、このあれがなくなったら。すごい盤面がめっちゃ小さく感じるね。いやー大丈夫かなこれ。いやー信じよう。あー1個ロック残っちゃったけど、まあいいか。よしよし、あでも怖いなこれ。大ダメきそうだな。ベルダンディ使って、十字消し2セット、3セット作ろう。ちょっと怖いね、3セット作んないと。ただいけるかな?ちょっと混み合ってんな。難しい。いやー難しいな。いいんじゃない?これで突破できなかったら正直しょうがないと思う。729倍。よし!ここもちょっとやばいな。これは防御高いのかな。ここも正直十字切り3セットつく。うわ、やばい。これちょっとやばいな。もう一回ベルダンディ使おう。回復があまりに多すぎる。難しい。木が多いな、今度は。いや、これ分割無理だな、ここから。いやーしょうがない。繋がっちゃってるけど。一応2セットは作った。お、いいね。普通に突破できたよ。お、ボスまで行けた。この爆弾のギミックがあるんですよね。これどうしよう。一回ほっといてみようか。一回ほっといてみよう。どんなギミックかちょっと見たいし。銃もなくなっちゃったしね。うわ、ダメージでかっ。ふぅ、危ねえ、負けるとこだったわ。で、この爆弾がね、すごい食らうから、ここベルダンディかな。いやー、びっくりしたな。まさかのダメージだった。これ、555組みたいな。12345、12345、12345、12345。それ、あ、全部10個ずつじゃない?どうしようかな。ここ確実にワンパンしときたいな。難しいな、でも。いや、いけるか、行こう。いいんじゃないでしょうか。いや、さすがにワンパンいけると思う。729倍。オッケー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 。12345、12345。何来る?うわ、根性か!うわー!これ、上司よ!根性付きか!しかも一旦、やばいな、これ。とりあえず、これ打っとこう。これ、負けるかな?そう、でもどうしようもないもんね。ロックもあるし、ジンも使えない。いや無理かなこれ。何来るんだろう。一旦の間やばいなこれ。お、耐えた耐えた耐えた。やばいぞこいつ。ギミックがえげつない。そう、ジンが使えない。
落とそう。ただ回復力は結構あるんですよ、このパーティーで。今が9倍だったもんで、ダメージだから、この先は弱くなると思うんですよ。うわ、やべえ、これ消せんのかな、爆弾ドロップって。これ時間とかないよね、勝手に爆発しないよね。相当きついな、これ消せる？これで消せないと負けるんだけどさ。さっきめっちゃダメージ、あ、違うない、さっきじゃない、これは濃厚できてるかな。よー、消せんのかよ。あ、でもこれ勝ち目あるな、勝てーな。どうしよう、一回これでも回復しなくてもいいと思うから、これ使っちゃおう。不動明王使って、いやでもこれさ、不動明王だから受けきれたダメージだよね、絶対。お、いいんじゃない、これ偶然落としになってんの、お邪魔が。一応9倍で殴ってみよう。81倍出したらどうなんだろう。いや、81倍ありかもしんないな、これ。スピーカー使えばウェルダンディが使えるんだけど、次の攻撃受けきれんのかな。いや、スピーカー使ってベルダンディ使っちゃおう。で、最低コンボしよう。回復はつなげて、どうかなこれ。いや、やばい、キー落としになってんね。いや、でもしょうがない。あれ、まあ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 、いろいろミスっちゃったけど、結果的に生き延びてる。で、今度こそ55で消そう。さっきのミスを取り返します。いいんじゃない、落としでキー入ってないよね、これ。入ってるかな、ちょっとわかんないや。オッケー、入ってない。うわ、ギリいかない、ギリいかないか。いや、でもこれいけるな、これ勝ち見えてきた。どうこれ、ていうかこの爆弾ダメージえげつないね、何ぼくなったのさっき。よし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 、8コンボ吸収無理でしょ、不動明王じゃ無理だよね、これ。いや無理だよね、これ。耐え切るか、耐え切ろう、それしか勝ち目がない。耐え切ります、耐え切ります。いやー、そうか、でもあんま消すと根性がまた復活しちゃうのか。いや、でもどうしようもないな、これさすがに、さすがに不動明王で9コンボは無理でしょう。十字消し含めちゃったら火消そう。あ、でも耐えきれるぞ、これ。よっしゃー、やっと終わったぜ、コンボ吸収。これ勝ったんじゃない？これベルダンディ、いや、ベルダンディ使う、毒がじゃなくて爆弾が怖い。で、これで55の3セット、555。組めれば勝てると思う。ただちょっと緑が多くて怖いな。いけるかな？行きましょう。
いや、これ外すとあえて無理だ。これ組めないわ。そう、今変にやんない方良かったと思う。ここでちょっとスピカーやって攻撃的に行こう。いやでもこれも組めなさそうだな。ちょっと難しい。ちょっと難しいな。来た来た、これいったでしょ。よっしゃー、うわ、きつ、この感情めっちゃきついよ。いやー、他何なら勝てんだろう。結構不動明王良かったんじゃないかな。 HP に倍率も乗ってたし、筋肉マンとかいいのかな。 OK、 これ軽減率どれぐらいなんだろうね。スキルマ級だから一応可能性としては実用性がありそうな気もするんだけど。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバイ。